はい、皆さんこんにちは。10月10日、加賀島田が切るニュース日本の夜明けです。前回のね、前のセクションでは、石破さんが解散を、日本総裁解散というふざけたネーミングをしたということで、ちょっとね、そこからいろんな話題を先生と議論いたしました。続いて、この問題引き続きちょっと追及していきたいと思います。はい、石破さん、すいません、10番よろしくお願いいたします。はい、石破内閣の支持率 51.6%、 2001年小泉内閣以降歴代内閣で発足直後の支持率が、2008年麻生内閣に次ぐ低さ。石破内閣の支持率が 51.6% だったことが最新の JNN の世論調査で判明した。1日に発足した石破内閣を支持できるという人は 51.6% で、支持できないという人は 43.5% だった。石破内閣を支持すると答えた人の中で最も多い理由は石破総理に期待できるで 35%、一方、支持しないと答えた人の中で最も多い理由は、自民党を中心にした内閣だからで 24%、次に多い理由は、政策に期待ができないで 23% だった。はい、ありがとうございます。この支持率なんですけれども、10月7日のね、ANN の世論調査によると、支持率は 42.9%、不支持は 32.3%、ということで、自民党内には ものすごく危機感が走っていて、これ、15日告示、そして27日投開票というスケジュールになってますけれども、27日の時点で、場合によってはもう 35% 割っちゃうんじゃないかというふうに言われてるぐらい、ちょっと石破内閣最初からもうレームダックじゃないかと言われているんですが、先生はどのように見ておりますか。まあ、これいわゆるあのご祝儀相場が入ってね、この数字、であの客観的に見てね、その岸田内閣の支持率ずっともう 30% 割ってましたよね。岸田内閣よりもひどいわけでね、だからもっと低くてもいいんだけれども、一応ご祝儀相場でこうなってると、だけどあのこれいつの調査か知りませんけれどもね、あの自民党内がいろんなあの追加の処分ですね、金の問題での、あれでもう完全に分裂状態にもなっとるんでね、だからもっともっと支持率下がるでしょうね。そうですね、だから岩盤支持層まで、もうみんなが嫌気がさしちゃったという状況を作ってるわけですからね。そう、だからあの旧安倍派の議員で、その比例復活の道を閉ざされたね、長振り候補認められなかった議員というのは相当いますけれども、だから全体で43人のうち41人が旧安倍派でしょ、その議員たち候補のね、支持者たちはこれはいくら自民党と比例で入れたって、自分の親方のね、関係ないですもんね。関係ない、関係ないどころか、自民党と書けば、処分を受けてない石破さんにあの近いような議員の復活当選を許して、すごい相対的にますます、すごい旧安倍派のね、旧安倍派の勢力が選挙後弱まるということがあるんで、だからその辺をね、一義する有権者がどのぐらい出るかですけれども、だからあの旧安倍派議員の支持者、合理的に考えればね、自民党とは書かないと、白紙で入れてもね、あるいは日本保守党、国民民主党と書いてもいいですけれども、自民党とか置くことは敵対、自民党内の敵対勢力を助けることだと、そういう投票行動なるんじゃないですかね。これはでも、もうちょっと違う言い方すると、公平公正みたいな選挙システムっていうことを考えると、ちょっととんでもない仕掛けをしたというふうにしか言えませんね。だから とにかくね、やっぱり衆議院選挙の今の制度の下では、比例票はできるだけ自民党とかの人をね、増やしましょうよと、自民党派閥もあってね、いろんな対立もあるけど、そしたらね、誰が勝ち残るか分からないけど、相対的にですね、相対として、あの復活できる、候補の数が増えるからと、これ基本ですよね。そうですね、ところがこの分裂状態を生んじゃったんで、私今言ったようにね、自民党と書くとかえって自分の先生が仮に通ったとしてもね、反対勢力の数を増やすことになるから、自民党と書かないでおこうと。下手したら石破陣営も含めて
岸田陣営、うん、もう増えちゃうってことですよね。あ、そうですよね。ひどいな、腐った自民党にした岸田さん、うん、その腐った自民党を生まれ変わせようと帰らせようということで日本創生選挙ってな、あ、解散って名付けていながら、うん、もっと腐ったやつらばっかりするって話になるわけですね。まあ、まさにね、うん、まあ、私はそこまできつい表現はちょっと待って、いやいや、置いてかないで、置いてかないでいやだからね、高市早苗さんがね、うん、相当応援演説頼まれてて、はいはい、各地に行くと言いますけれども、うん、高市さんが応援に行く議員というのはそのほとんどがね比例復活の道は閉ざされた議員なんで、だから当然小選挙区でこの人絶対勝たせてくださいねと、うん、いうことにもう集中してね、うん、高市さんも発言、するだろうし、だから高市さんが、うん、比例でも自民党入れてくださいなんて言っちゃダメですよね。言ったらダメですよ、ね、え、それは自分と敵対する勢力の数を増やすことになるんですからね、うん、いやこれもまたジレンマというかすごいなんかまた先状態みたいなことになってるってことですね、高橋さんもね、うん、だからその今回の石破氏のね、うん、追加処分によって、はいはい、うん、だ比例復活できるね、議員のぐっと減らしたわけでね、うんうん、それ外された議員としてはね何だと、うん、で小選挙区で勝つ以外なくなったわけですから、うん、だ大変な選挙ですから、はい、いわんや自分たちと対立する連中がね、うん、復活する、うん、そんな投票行動なんでしないといけないんだと。いや本当なんか腐ってるな、うん、石破さんも本当に腐ってるんですね。まあ結構な話ですよ、日本保守党とかね、うん、国民民主党、うん、なんかに大体ね、うん、その自民党のそういう怒った有権者は流れるでしょうから、うん、そういう勢力にとってはね、うん、まあ、自滅してくれて結構だと。そうですね、また違う言い方すると、国民をちょっと舐めてますよね。だから これでもね、うん、みんな自民党とね比例でも変えてくれると、はい、うん、思ってるんだとしたらね、うん、まさにおっしゃるように驚きですよね、うん、有権者がね、うん、そういう何のこう読みもできない、はい、デグノボーだと、うん、見てるとしか思いませんね。千葉さんはどう思いますか、はい、そういう隔離で石破さんの一連の物語ってどう思いますか。一連の、いや私としては とりあえず一番心配してるのは、うん、私すごい可愛がってくれている杉田水脈議員なんですよね。そうですね、うん、そうですね、そこが一番心配で、うん、なんて言うとどうなっちゃうんだろうって、そこだけがちょっと、うん、はい、でね、心でモヤモヤしてます。だからいろんな公認しないとか重複をさせないとか、うん、いろんなこと言ってるけれど公平な基準というのは見えませんよね。先ほども言ったように岸田さんだって責任を取んなきゃいけない、うん、パーティー系不記載問題抱えている、それなのにすっとぼけている、いわや、外務大臣の問題も出てきた、他の人たちもいっぱい吹き出しているのにそれを見ないふりしている、うん、でさらに言えば、うん、石破さん本人だってね、首相本人だって指摘されてるのに単に事務的な間違いでしたみたいなことに逃げてますよね、うん、これね、こう実際にね、はい、どういう法的に解釈できるかじゃなくて、うん、国民からどう見えるか、うん、に基づいて処分したのが言っとるわけですが、うん、ところが今おっしゃったようにね、うん、岩谷武氏とかね、はいはい、武田良太氏とか、うん、自分の総裁選挙で支援してくれた中心にいた人間はね、うん、とにかくもう理屈もクソもなしに、うん、この人たちは OK なんだと、うん、いうふうにやってると、うん、で石破氏が重視する世論というのは、まあ、はい、はっきり言って朝日新聞解説、朝日新聞かとなるとね、うん、杉田水脈さんなんかはどんな理屈つけてもいいから外せと、はい、いうことになりますよね。まあ、杉田さんだから、難しいっていうか、まあ、無理ですね。そういうふうにね、どんどん追い込まれてますよね。でしかもそこにね、保守と言いながら簡単に仲間とか支えてくれてる人でもぶった切っといて、うん、で自分だけ正義の顔してるって、うん、ひどいですね。あの石破さんの顔見てるとね、なんだこいつって本当思っちゃうんですよね。同い年ですから言っていいですよね。いや、同い年じゃなくて一学年間違えちゃった。よかったですよ、あれと一緒の学校で、岩谷武氏は一緒なんで、ね、恥ずかしいですけどね。そうですね、うん、まあ、だから杉田さんに関してはね、はい、まあ、完全に、まあ、杉田を公認すると、うん、どうせまた左翼がね
あのレイシストを公認したとか、まあ、言ってくると、うん、だからもうとにかく外せっていうね、うん、ことをやってくるんでしょうけれども、まあ、杉田さんに限らずね、例えばあの、まあ、私今、まあ、よく知ってる高取修一、はいはいはい、あの最も保守的な安倍さんの意思をね、うん、愚直に継いでる議員ですが、うん、彼なんかも直前になってね重複立候補を認めないとか入ってましたね、やられてね、うん、高取氏前回の選挙ではね、うん、本当にごく少数の差で小選挙区では負けてるんですね、うん、だから今回も非常に危機感を持っておられるみたいですけれども、うん、でこれも非常に理不尽なね、はい、しかも決定するんならね、まあ、とんでもない決定であるにせよ、うん、もっと早くやれよと、そうですね、うん、いうことですよね、うん、まあ、もっと早くやりたいんですけど、本人も実は、9日解散なんてしようと思ってなくて、うん、岸田さんとかみんなから言われて、っつって自分も驚きながらやったぐらいの総理ですからね、うん、何の準備もしてないし、めちゃくちゃですよね、本当ね、うん、だからあの統率力、リーダーシップ、うん、そういうものがこう全くないというね、ないですね、うん、だ不思議なのはね、やっぱり自民党全体として、うん、比例票をできるだけ稼がないとね、復活当選する議員も減るわけでしょ、うん、はい、なのにね、いやもう比例で自民党と書いても、うん、自分重複力から外されてるから意味ないと、うん、思わせるね、支持者の数をバッと急に増やしたわけですよね、はいはい、これはもうおよそあの、うん、選挙のやり方としてもね、うん、全く合理的と言えないですね、うん、何を考えてるのかな、まあ、それが石破ってことですね、そうです、国民の納得と共感を得られる内閣と言いながら、うん、国民の反感を買っていることばっかやってるってことですよね、うんうん、そしてあの左翼勢力というかね、はい、これはあの石破氏が何をやろうかね、うん、あ石破が厳しい処分したと、うん、だから自民党に入れてやろうとならないわけ、ね、ならないですよね、バカだなって言っちゃいけないんでしょうけど、すみません、11番よろしくお願いいたします。北に方、石破首相の日朝連絡事務所案に家族反対の理由、誰が常駐、家賃は非常の空論。石破首相が北朝鮮拉致問題進展の政策として従前から主張し続けている日朝間の連絡事務所の設置、北朝鮮との信頼関係構築を重視する首相のスタンスを表したものだが、被害者家族らは不要を明言している。実際の職員の人選や安全確保、事務所維持費など、細部への言及も一切なく、早くも非常の空論と化しつつある。これはもう先生がね、ずっとお怒りになっていた案件ですよね、これはあの机上の空論どころかね、うん、はっきり国益に反することなんですかね、そうですね、うん、であの連絡事務所を平壌と東京に設けるとかね、うん、今石破氏言ってますけれども、はい、何すんのと連絡事務所っていうね、うんうんうん、これ結局あの拉致会社の調査なんかを北朝鮮当局とね一緒になってやるためには現地にいた方がいいとか言っとるわけですが、その北朝鮮でね、うん、まともな調査とかできるはずがないし、できませんよね、要するに、合同で調査しましたというふりをしてね、うん、でその見返りに制裁を緩和しましょうとか、うん、でそっちの方向へ持って行って、でこの連絡事務所をゆくゆくは大使館に格上げしてですね、うんうんうん、利権中心の国交正常化をやろうと。はい、いう話で、家族会が反対してるのは、うん、いやこれだから時間稼ぎにね使われるだけだと、うん、かつごまかし棚上げに使われるだけなんで、はい、だって北朝鮮は全ての住民徹底的に管理してるね、その通り体制ですよ、だからどこに誰がいるか、横田めぐりさんが今どこにいるかも全部知ってるはずなんですよね、そうですよね、それをすっとぼけてるってことですからね、うん、でそれをねあのこっちがあのむしろそういう工作に協力する格好になるわけで、うん、で東京に設けられるね北朝鮮側の連絡事務所っていうのは、これ当然工作拠点に、いやスパイ組織、スパイの拠点にするだけですよ、なるわけですよね、警察が立ち入れないようなね、うん、これだからあの北朝鮮に迎合して、うん、利権に結びつけようというようなね、うん、あの話であって、まあ、言語道断です ね、 ですね、だから、うん、あのもう一言言えばね、はい、うん、即時 全員をね一括で返せと、うん、この要求は絶対下げちゃいけないんですよ、うん、ただしこっちのカードとしてね、はい、提示する、うん、食料支援とかね、うん、医薬品の支援、うん、その分量だとかね、はい、そのこうあのタイミング段階とかね、うん、これは柔軟に対処していいですよということは家族会も言ってるわけです、ね、うん、はい、
だからその柔軟に対処とかよく言うんだけどね、うん、そのどこを柔軟にっていうね、うん、根本が完全に間違ってますね。そうですね。それとね先生、家族会がね、うん、こういった、まあ、連絡事務所をね、ピョンヤンだったら東京に置くみたいなね、うん、で共同、合同調査チームみたいなものを作るとかいうことに関しては家族は一貫して反対してるわけじゃないですか。でそれは北朝鮮の、あれに乗ることだからそれをやめてくれと言っていながら、石破さんは総理になったらなっても言ったわけですよね、うん、そして僕は驚いたのは新聞記事読んでて、自分はそうしたいっていうのを家族会に電話一本で伝えて、その電話でも拒否されてるわけですよね、うん、それでもやるって言ってるわけですよ。一つは電話でなんかやるなよって僕は言いたいんですよね、これあの電話を実際受けたね、はい、横田拓也家族会会長から ね、うん、直接聞きましたけれども、うんうん、石破氏はねむしろこう電話ができてね、うん、こうもごもご何言ってるのかよく分かんなかったって言うんですよねひどいな、うん、それであの拓也さんの方からね、うん、電話いただいたんで、じゃあこっちからもねあの言わせてもらいたいことがあるということで、はい、こういう連絡事務所なんていうのはいわゆる合同調査委員会なんかにつながる話でね、うんうんうん、相手の工作活動に乗って時間稼ぎを許すことなんで、うん、我々としては賛成できませんと、うん、そうはっきり伝えたと、はい、それに対してまた石破氏はね、うん、まあもごもご言ってて、うん、要領を得なかったと、まあ、そういう経緯だったみたいですけれども、うん、でこれもね、うん、こう今言ったような話をね、うん、あの国会で追及する、うん、野党ないですよね。そこなんだよね。そこなんだよね。だから野党のねほとんどはね、うん、石破氏以上に北朝鮮にあの配慮してたりとかね、うん、だからまあ私があの国会議員になったらね、うん、徹底追及しますけど、ね、いやお願いしますよ、本当にお願いしますよ、だからねこれ僕よすごくよくわかるんですよ。最初あの北朝鮮に対して厳しく言ってた国会議員たちが、うん、ある瞬間から変わるんですよ。なんだろうと思ったら、パーティーに北朝鮮のね、うん、いわゆる在日の朝鮮総連関係者が支援に来たとか、うん、いろんなお手伝いしてくれるとか、いきなりもう転んじゃうんですよみんなね、うん、だからもうこれね絶対騙されちゃいけないんですよね。そうだけど、まあ、あの従来のね、はい、あのいろんな経緯だとか、うん、北朝鮮の行動形態とかをね、うん、しっかりあの知らない国会議員ほとんどでしょ、うんうん、だから相互に連絡事務所を設置とか言うと、うん、あこれ何か一歩前進なのかなとかね、うん、ぼやっと考えるのがほとんどなんですよ、うん、だからその辺しっかりね、論じられる勢力っていうのは国会の中にないといけないと思いますね。でも先生あれですよね、うん、ここまで拉致問題でいろんな経緯があって、うん、いろんなねご家族の苦労だったり、いろんなものをみんな分かるようになって、はい、でさらにですね核問題で北朝鮮を締め上げるということでトランプ政権の問題があったりして、うん、ここまで日本側もそれに一緒にね制裁を加えるということもやりながら、それでもねまだ北朝鮮の実態分かんないって国会議員いたら、うん、その人も国会議員やってる資格ないですね、うん、ないですよ。資格ないのがでもほとんどでね、あでアメリカとのねあのやり取りも、うんまあ、私もね家族会の人たちと一緒に、はい、毎年のようにワシントン行って話してますが、うん、例えばバイデン政権 の、うん、あの国務次官補とかにね、はい、あの要請したのは、うん彼らがねまあ、要するに北朝鮮が米朝協議に応じてくるんであれば、うん食料支援してもいいというふうにね、はい、提示してるんだとか言うんで、うんうん、いやいや それは困りますよと、単に対話のテーブルに出てくるっていうだけでね、うんうん、それで食料支援とかされたら、はい、日本のカードの効力がその分弱まってしまうんでね、うん、だからそういうことをやめてくれというようなね、うん、ことを言ったりしてきてるわけですよ。なんかアメリカに行ってね、はい、とにかく助けてくださいとねお願いしてんじゃないのとか言うけど、うん、そんなことじゃなくてね、うん、こっちからねじ込むべきところはちゃんと言ってるわけでね、うんうん、政策提言とかねいろいろやってますよね。そうですよ、だからね、うん、そういうことも含めてね、うん、やっぱ一連のこの拉致問題の性格、うん、アメリカの動きとかねきちんと、うん知った上でこういうね連絡事務所案とかを批判できる議員が一人もいないというのが問題でね、うん、ひどすぎ。いややっぱりこれはもう先生言ってもらうしかないな。私いや、まあ、言ってもらってちょっとね拉致議連もね全部てこ入れをして、がっちりやってもらわないと。私はそれは一応総会の副会長ね、はいやってきたんで、うん
だから家族会の人たちはね、はい、考えというのは詳しく知ってますしね、うんうん、それはもうそういうことに基づいて、うん、徹底追及しますけどね。はい、うん、嬉しいです、その発言が本当に通ったらですけど、ね、大丈夫です、ということで12番よろしくお願いいたします。はい、石破政権で日米関係に不安、鳩山首相の二の舞か、地位協定の見直し、アジア版NATO、実現困難な政策打ち出し、不信感。石破首相は4日、衆参両院で所信表明演説を行い、現実的な国益を踏まえた外交を掲げた。2日には、ジョー・バイデン米大統領との電話首脳会談で、日米同盟強化を図る方針を伝達した。石破首相は自民党総裁選で日米地位協定の見直し、米保守系シンクタンクハドソン研究所への寄稿でアジア版 NATO の創設を強調していたが、所信表明演説や電話会談では言及しなかった。実現性が疑問視される上、米国を刺激しかねないため、またまた表現したのか。指揮者は石破首相と民主党政権の鳩山由紀夫首相との類似性を指摘し、石破政権下での日米関係を不安視している。はい、ありがとうございます。これね、前回もちょっとね、話が出ましたけど、まずもそもそも問題として、この国際情勢、日本を取り巻く情勢が非常に緊迫している、うん、でさらに11月のアメリカ大統領選挙をめぐって、中国の暴走だったり北朝鮮の暴走だったり、でさらに今中東でイランとイスラエルの全面戦争が始まるんじゃないかという、こういうことがある程度読めてましたよね、警告も出ていた。それなのに日米関係をさらに不安定にするような、こういう、今なんでアジア版 NATO 創設とか日米地位協定の見直しで、なんで今唐突に言っているのか、そのセンス自体が狂ってるとしか思えないんですが、先生いかがでしょうか。これは石破氏の体質がね、出た話でもあるんですが、この日米地位協定の改定というのは、総裁選の中でね、沖縄に行って討論会やった時に彼が言ったんです、つまり沖縄のですね、沖縄の中でもこう最悪的な世論にね、迎合して、でこれね、経緯を、ごく縮めて言うとね、はい、石破氏が防衛庁長官やった時に、例の沖縄国際大学に米軍機が墜落したと、あってね、はいはいはい、で大問題になりましたね。そう、あれでいろいろ石破氏も追及されて、で米軍はね、あくまでもこ の, 事件捜査とか、それは米軍機のこのいろんな秘密が、の集積ですからね、それはちょっと日本の当局タッチしないでくれと、自分たちがやるっていうね、それに対して日本は主権国家なのに何なんだと、今その批判当然出たわけですよ、そうですね、でただその時石破氏はね、最悪世論に迎合しつつもね、こういう事故をの再発を防ぐためにも、早く普天間基地を、辺野古に移さないといけないということも言ってるんですね。と今回は、その辺野古への移転を、推進するっていうのを何も言わずに、日米地位協定の見直しだけ言ってると。であと一言だけ言えばね、基本的に、在外に駐留する、米軍の場合ね、これ国連軍スタンダードというのに従ってて、それ公務中の事故だとか、に関してはね、全て派遣国、つまりアメリカ側が、司法処理をしますと、で個人的なとか仕事を離れてね、休みの間に何か事故、犯罪を起こしたとか、ひき逃げしたとかね、そういう場合もやはり派遣国がね裁くと。いうことでないと、とんでもない法律のね、国もありますからね、目には目よというようなね、それスタンダードなんですが、日本の場合はアメリカがね、ある程度妥協してね、こう公務以外の行為で犯罪した場合には、日本の司法当局もかなり関与すると、アメリカはね、日本に関してはかなり妥協してるという感覚があるんですよ。でそれをね、さらに改定ということは、公務中の事故でもね、日本側が司法処理するっていうことなのか、こんなものは軍事機密がいっぱい詰まってるものを引き渡せるはずないですよね。だから米側がですね、何なんだ石破と、こういうことになってるわけね。アメリカはすごい怒ってるし、同時にいきなりそのアジア版 NATO を作るっつって、
うちを巻き込むなってインドも怒ってるし、東南アジアもそのできるはずねえじゃないかと、うん、だからね本当のこうセンスがないというよりは、うん、頭が狂っちゃったのかって僕は思ったんですね。そうです。そしてね、うん、実際にアメリカ側から出てる声としてね、はい、アジア版 NATO なるものね、うん、今おっしゃったような意味で、まあ、話にならないんだけれども仮にやるとした場合ね、うん、一番これ参加資格ないのはね、集団的自衛権を憲法上認めてないとか言ってる日本なんですよね。その通りですね。お前だからまずね、うん、集団法に関する憲法でこれは解釈の変更でもいいわけですよ、うん、安倍さんが一部解釈変更しましたよね、はい、日本を助けるために活動している米軍に関しては、うん、助けに行くことができるっていうね、うんうん、そう一部か改正したんだけれども、それをもうフルにね、うん、発動できると集団的自衛権を米軍に関してね、うんうん、と解釈変更するっちゅうならね、うん、まだしも、うん、最初の一歩はクリアしたことになるけれども、うん、だからこれ鳩山のね東アジア共同体とも一緒なのかっていうねあれは鳩山氏がアメリカ外したんでね、そうですね、とんでもないわけですが、でこれね、うん、アジア版 NATO にじゃあ中国入るの入らないなということに関しても石破氏はね、うん、考えますというようなね信じられないよね。信じられない。それをねこんなこと言ってながらね、うん、自分は防衛問題専門家とか言ってね、うん、呆れますよね。まあ選んだ自民党議員が悪いんですけどね、うん、ただなんかいろんな人に制服の人とか背広の、まあ、防衛官僚とか僕も何か知り合いがいるんで聞いてると、まあ、みんな何も分かってないっつって石破さんのこと最低の防衛大臣だったっていう言い方しか出ないんですよね。そうですよね。じゃあ彼が軍事に詳しいって言って何を言ってるんですかっつって、いやそうじゃないんですよ川さん、プラモデルは詳しいんですよだから戦車とか飛行機をね作ってたらしいんですよ。ただそれをねすごいよって言ってましたけど、うん、それってね僕これ許せないんですけど、総裁選の最中にアジア版 NATO とかねこういうこと言ってるわけですよ。で今度総理になったらそれ言わなくなったと、うん、それおかしいじゃないかと、言語一致しないっつって指摘されたら、総裁選の時言ったからといってそれを総理になったらやるというのはね、それを何としてもやっちゃうというのは民主主義に反するんだと、だからこれは当たり前のことだと言ったんですけど、だとしたら総裁選の最中に国民受け党員受けするために消費税を廃止しますと、うん、ガンガン言ってそれで総裁になって総理になったら、いやあれはその時だけ言っただけですっていう論理転換と一緒じゃないですか、うん、彼が言ってることは、うん、これね典型的な詐欺師の論理なんですよね。それが石破だと言うことですけれどもね先生、うん、ずっとそこは指摘されてましたね。そうですね、まあ、もう時間も来たんでね、はいはい、この辺にしますけれども、うん、まあ、このアジア版の中に関してね、はい、総裁選の時言ったことをもう引っ込めたと、うんうん、まあ、石破氏の典型的行動形態ですね。そうですね、本当に呆れちゃうね、モーニングもまともに切れない総理でしたね。ということで、お時間になりましたので、ここで一旦締めさせていただきます。そして再開は4時58分、5分後、6分後ですかね。はい、で皆さんご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。